ハムファン集合、甲子園で阪神に大勝。日本ハムが快勝、3年目の新庄監督にとっては甲子園での監督初勝利となった。新庄劇場の幕開けは試合前のメンバー交換、阪神のユニフォームで登場し、入団時の背番号63、新庄監督のネーム入りで登場し、ファンの度肝を抜いた。試合では新庄チルドレンが躍動した。2回に敵失が絡んで2点を先制すると、1点リードで迎えた5回、ハマンナミが6号ツーラン。7回には1番で起用した水谷が3安打目となる2点敵地打。8回には水野、磯畑の敵地打でリードを広げた。先発伊藤は5回2失点で4勝目。6回からは継投に入り、阪神の反撃をかわした。ハムホー、初戦勝てて嬉しいわ。黒柳勝ち戦処理ナイス。伊藤大海、勝率 100% 継続。伊藤あの内容でよく勝てたな、よかった。うおーおー、圧勝。セリーグ最強に圧勝、日ハム最強。今のハムの強さ証明されたのが嬉しいな。これは明日も楽しみ。明日が大事や。新庄がパフォーマンスした試合は何としても勝つ。この意思が選手にも乗り移ってたな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。